まあ、ユダヤ人たち、まあ、まあ単純にただユダヤ人たち、まあ、その場にいる人たち、という感じなのか、もしくはその中でも、まあ、エリート層のそういう人たちだったかもしれませんが、まあ、そういう人たちが、イエス様についてこんなことを言っています。この人は学問をしたわけでもないのに、どうして聖書をこんなによく知っているのだろう。まあ、ここから考えるとイエス様というのは何か正式な、学問の勉強と言いますか、もしくは今で言ったら、まあ、大学の教育とかそういうところを受けた人ではなかった。しかしそれでも聖書について精通していたということのようです。で、実際イエス様がずっとその後で、いろいろなことをおっしゃっている中でも、まあ、確かにイエス様は聖書の言葉を使ってその、相手のロジックであったり、もしくは聖書の条文一つをこう何かうまくこう、変えていくような、そういうことをなさっていると、確かに聖書に精通していないとできないなと、まあ、いわゆる正規の教育でなくても本当に詳しくしていた方なんだなということは、感じられるわけです。むしろこのユダヤ人たち、まあ、もしくはその中でも何かよく学問をしていた人たちというのは、結局その学問があまり的を射ていなかったというか、ちょっと外れていたから、クソに対してイエス様は本当に聖書をよく知っているなと、そういうふうに感じたという、そういうことなんではないかなと思います。実際私たちが普通に生きているとですね、もしくはなかなかこの例えば教会に接する機会がない、聖書を読む機会があまりないという中で生きていますと、今日読んだこの、物語の中でも、何これというような言葉がいくつか出てくるわけです。そういう意味では私たちが、このユダヤ人たちが言っているようなこの学問のところが、普通の雑学的な知識すら聖書についてはあまり持っていないところがあります。初見でこの安息日という最後の方に出てくるこの言葉を知っている人というのはなかなかいないんではないかと。安息日どういう日なのか、ただあまり細々と説明するのもあれですから、一言で言いますと、ユダヤ教の中の、まあ、決まりの一つで、言ってみれば全力で休む曜日というのが決まっている、まあ、それ土曜日なんですけれども、土曜日はもう力いっぱい休むという変な言い方ですけれども、とにかくもう頑張って休まなきゃいけない、そういう決まりがあります。私が聞いた中でのエピソードです。例えば本当に休むためだったらエレベーターのボタンも押さない、なんだそれはという感じですけど、エレベーターのボタンを押すということが一種の労働になってしまうから、それはやらないんだというぐらい、まあ、それぐらい全力で頑張って休む日として、ユダヤ教徒の皆さんは、まあ、おそらく今でも厳格に守っていらっしゃる方もいらっしゃるでしょう、まあ、そういう決まり、それがその安息日というものです。でこういうことを聞くとですね、まあ、ここの皆さん、まあ、日本人が比較的多いですので、日本人がこういうことを聞いたときにはおそらく次のように考えるんだろうと思います。でその安息日についてイエス様はその安息日であっても私は癒しをするんだと、だってなんでそれに腹立てるのというようなことをおっしゃっている。で日本人がそれを聞いたら、あ、そうですね、本当にイエス様のおっしゃるのはその通りです、聖書で細かい決まりとかいろいろ書いてますけれども、こんなの体よく無視して癒しでも何でも良いことはやった方がいいに決まってます、そんなエレベーターのボタンを押さないなんてバカバカしいと、そういう感想を持つのが
日本人だったら普通ではないかなと思います。聖書でいろいろ決まりが書いてある、でもこういうのは、まあ、昔の決まりだったりそんな大事なものではないんだから、適当に無視して、だから役に立つのとか読めばいいんじゃないのというのが日本人の受け止め方だろうと思いますが、これは私の感覚的にそういうこと言ってますけれども、おそらくそれで日本人の感性として合ってるんじゃないかなと思います。しかし今日のこの話、まあ、物語の流れなので、特にイエス様の言葉をよく読んでみますと、イエス様は、まあ、適当でいいよなんてことは一言もおっしゃっていないというのが見えてきます。そうですね、19節から先ずっとその、ちゃんと聖書のことも尊重しているからこそ、その安息日という厳格なルールの中でも私は癒しをするんだ、そういうふうに話を進めていくわけです。19節から話がイエス様の話の中で、モーセがなんか立法を与えたというのがあります。まあ、厳密にはモーセも神様、父の神様から聞いて、それを、当時の人たちに与えたわけです。で、そのちゃんとモーセの立法は守るべきだ、でもみんな守ってないじゃないかということをイエス様はおっしゃっています。モーセの立法、これは聖書の最初の方の文章のことをこのモーセの立法という言い方をするんですけれども、まあ、今でいう法律のような働きをしている文章です。で、そのモーセの立法もイエスはちゃんと尊重している。で、さらには、モーセより何百年か前の人たち、400年ぐらい前でしたかね、この族長と呼ばれる人たちのことも尊重している。この族長という人たちについては、その聖書の旧約聖書の一番最初、創世記に詳しく書かれていますが、その創世記の記述もちゃんと尊重しています。で、その中で創世記に書いてあるその割礼という儀式、これについてもイエスもちゃんと尊重して、その上で話を進めているわけです。まあ、カツレの話もあまり詳しくは言いませんけれども、まあ、男性が受けるその体にあえて傷をつけるような形で神様の救いというのを、まあ、いわば体に刻みつける、そういう儀式になります。ちゃんとモーセの立法とか、でモーセの立法の中にも含まれているこの安息日という決まり、そしてその前の時代からずっと続いてきたこの割礼という儀式、それらをイエス様としてはちゃんと尊重して話を進めているわけです。適当にむしろなのということはおっしゃっていないんです。で、イエス様はそうした聖書のこの話の筋、もしくは論理の流れというものをちゃんと尊重しながら、むしろその論理の流れに従って、これまた聖書に書いてあるはずのこの安息日の風習について、それの例外を聖書に基づいて、旧約聖書に基づいて決めようとしているわけです。まあ、決めるというか主張しているわけですね。でもこれは聖書の定義を無視しろということは全く言っていないんです。聖書でこういうこと書いてあるじゃないかと、安息日でも、割礼という大事なその救いを刻みつける儀式はやるじゃないかと、でそれだったら安息日にその人の体を完全なものにする、もしくはその体を完全にされることで神様の恵みをその人自身が受け止めていく、そういうイエス様のこの全身を癒すという行為も別に遊びにやってていいじゃないか、それだけ大事なことなんだからやってもいいでしょうというふうに、聖書の話の筋に従って聖書の中の一つのその風習というものに、それを無視するというよりはそれを
の例外をうまく設けて、そういう話の進め方をしているわけです。安息日でも、もう癒さなきゃいけない、その人を完全なものにしていく大事な働きをしなきゃいけないと、イエス様としてはそういう熱い思いで、遊びだろうが何だろうが癒しの技をしておられました。でそれは本当に大事なことだったら遊びにだってやっていいという考え方が当時すでにあったと。それは聖書の中からすでにあった。だからこそ私がやってることはそれぐらい大事なことだからやるんだという、イエス様の熱い思いがかかっているし、でそれはただ思いがあれば聖書なんて無視していいという話ではなくて、その熱い思いでもって聖書を読み返して、聖書にもちゃんと書いてあるんじゃないかという形で進めていくわけです。ちゃんと聖書も神様の言葉として尊重する。さらにそれで何か問題が起こるにしても、そこに父なる神様の示しがあるはずだと必死に考えて、精神も尊重しながら、しかし必要な癒しの技を出していけるようにし、まあ、イエス様に考えられてくださったんでしょう。それで自らの行いもちゃんと必要な行いや、イエス様はそういう生き方をする。そもそもこの安息日について、さっき非常に平たいく、この実に簡単にユダヤ教で、ね、全力で休まなきゃいけない日だという言い方をしました。週に1回そういう日をユダヤ教が設けている。これについて補足しますとですね、なんでじゃあユダヤ教徒はそういう全力で休む日を設けるようになったのか。これは元々はやはりモーセの時代にも遡るわけです。もっと言っちゃう聖書の最初に書いてますけれども、まあ、むしろ、まあ、本当に大事なものとなってきたのはモーセまで遡ると言っていいんじゃないかと。モーセが何をした人かと言われて、なんかこう映画のイメージで海を割った人だという印象は ある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、なんで海を割ったかといえば、それは当時のユダヤ人の先祖イスラエル民族を救い出すためでした。で、当時のイスラエル民族というのは、古代エジプトで、ね、奴隷労働を強いられていた、そういう環境で生きていました。でモーセは言うなればイスラエル民族、ユダヤ人の先祖をエジプトでの奴隷生活から解放した人物です。そして自由になったイスラエル民族に対して、モーセは神様からその生活の決まりというものを授かって、それを十戒と言いますけれども、十の戒め、十戒というものを授かって、それを人々に与えていきます。まあ、殺してはいけないとか、人気のものを欲しがってはいけないとか、非常に基礎的なルールが決められていますけれども、その中で安息日を心に留め、これを聖別せよ、安息日という休みの日、これを本当に大事にしなさいと、条文もその中に含まれたわけです。でエジプトでの奴隷生活から解放されて、その結果、その後にこの安息日を大事にしなさいという決まりが与えられたということはですね、こう父なる神様がこの安息日を大事にしなさいという決まりを与えられたというのは、経緯を踏まえると、要するにこの人を奴隷労働から守るために、この安息日という決まりが決められたんだということが分かります。
重労働によって壊されそうになっていた当時の人々を守るために週に一度の休みというものを設けられた。これは厳密に守っていかなきゃいけないんですよぐらいのことを言っておかないと、どうしてもその週一度の休みというのを守れないというところがあって、その安息日というものが設けられたわけです。定期的に休息を得ていく、人々が休息を得ていくための神様からの一つの恵みの日として安息日が設けられたというのがわかります。でそういう歴史的経緯を踏まえますと、週一で、リラックスできる、でそういう生活にも必要だというこの大切な日なんだなというのが分かってきますけれども、しかしその当時のこのユダヤ人たちと教科書で書かれている人たち、まあ、もしかしその中でも特に厳しいユダヤ教徒の人たちというのは、安息日というのは神様からいただいたルールだから、もうとにかく厳格に守らなきゃいけないと、いうことで、かなり厳しい守り方をしたようです。それを先ほど現代では言うとエレベーターのボタンを押しちゃいけないとか、まあ、その分エレベーターが各階に止まるんだそうですけれども、まあ現代ならばそれで済むでしょうけど、当時厳しい人たちからすると、むしろかえって生活の負担になるような守り方というのを何か強いていたようなところがあったようです。でもそういう人たちからするとイエス様が安息日なのに癒しをやっている、まあ、医療活動をしているということ自体がもう許しがたい行為であったわけですね。イエス様は実際19節ではなぜ私を殺そうとするのかということまで言っていきます。答えて群衆が、いや、そんなこと言ってる人はあまりないでしょうと言っていますけれども、実際には、あ、確かにその一部の偉い人とか厳格な人だったとは思いますけれども、イエス様を殺そうとする動きというのも確かに、でイエス様はなぜ私を殺そうとするのか、でその一つ前であなたたちは律法を守らないということを言っています。で実際先ほど実会の中でも殺してはいけないというのもあるという言い方をしました。殺人だって律法違反じゃない、でもそれをその安息日というルールを厳格に守るためだったら、その殺人すらも犯していいという考えはちょっとおかしくないですかということをイエス様はおっしゃったわけです。何かこう当時のですけど、当時のユダヤ教の中で、非常にこう厳格すぎて少し、変な方向に行っているような人たちもいたんだろうなという想像できます。イエス様がわざわざこういうことを言って、で群衆というのはいろんな人いますから、じゃあそんなこと言ってる人いるのっていうぐらいの受け止め方だったかもしれませんが、それだけ切実にイエス様が訴えなければならない、神様からの恵みとして与えられたはずの休みが恵みどころでなくなってしまう、そういうちょっと変な方向にずれていってしまった状況というのがあったようです。イエス様は聖書を本質的なところから徹底的に理解して、で総合的にちゃんと踏まえていくという立場に立って、でそこから現れてくる天の父なる神様の本当の教えというものを尊重していきました。で、それを父なる神様の教えというのを尊重していくと、結果的には聖書の中の個別の条文というのが、まあそれ例外的に、まあ、守らなくてもいいよというような形になることもある。
まあ、反則便もそうですし、あとは有名なところだと今クリスチャンですと食べ物でこれを食べてはいけないといったようなところありませんけれども、これもまあその私たち多くのクリスチャンがクリスでもともとユダヤ教徒でないものとして神様を救いに組み入れられている。となるともともとユダヤ教のその食べ物のルールというのは守らなくてもいいというような形で、しかしそれをその食べ物のルールを守らないということを通して異なる人種間の民族間の異なる文章の人たちの間でも、一緒に、過ごしていくことができる、そういう形で民族の差別というものを克服しようとしているというところがあります。で、イエス様としては聖書全体を見て死なる神様の教えというのをそこからちゃんと聞き取る方であった、まあ、むしろその死なる神様の考えを身をもって表された方でした。でその方がおっしゃる中では、確かに個々の聖書の条文からいくとちょっと守っていないように見えるところもあるですけれども、それもちゃんと聖書に記された知らぬ神様のお考え、また教えというのを守ったがゆえにそうなっているわけです。で確かにそれを踏まえますと、イエス様は聖書をよく知っていた、まさに、相手方が言っているその通りの方であったわけです。まあ、むしろ当時のユダヤ教中で、まあ、一部の人たちで言うのが頑張ってた聖書を研究していたでしょうけれども、それが的を外していたところがあったのかな、学問の域に達していなかったというところがあったのかもしれません。イエス様が別に学問してないのになんで聖書を知ってるんだというよりは、まあ、ユダヤ人たちの方がの一部の方が学問をやってるつもりで、実はあまり学問になっていない学び方をしていたというのかなと思います。そしてここで19節のこのなぜ私を殺そうとするのかという言葉についてまた改めて考えていきたいと思います。20節に答えて群衆の方はあなたは悪霊に取り憑かれている、まあちょっと考えすぎじゃないぐらいの意味で捉えてもいいかもしれません。誰があなたを殺そうというのかというかで、それを否定しています。いやそんなことはないでしょう。しかし今日の箇所からだいぶ後になっての出来事を思い返してみれば、まあ、言えない私たちはそれは分かりますから、その、この、今日の箇所の後に起こることを考えてみれば、確かに人々はイエス様を殺そうとしていたというのは分かっています。で、ここで、いや、そんなことはないでしょうと言っている群衆ですら、イエスを十字架につけろと。そのことを私たちは思い起こすわけです。なぜ私を殺そうとするのかという言葉、ある意味ではイエス様が何かここで急に出てくると何かイエス様が挑発をしているようなそういう言葉遣いに思いますが、しかしただの挑発では終わらなかったのです。イエス様は実際に十字架の死を迎えます。そしてその過程では群衆も十字架につけろと言っていた。しかもこのイエス様を十字架につけていくこの裁判の過程ではですね、ユダヤ教の側のその裁判というのも受けていたようですけれども、新約聖書に書いてあるのがその通り行われたと仮定すると、この
イエス様のこのユダヤ教の中での裁判というのは旧約聖書のいろんな決まりを実は守っていない、聖書に違反するような形でこの、裁判が行われていたというふうに読めてしまうんです。だから新約聖書の記述がその通りだと考えれば、むしろユダヤ教の中でも偉い人たちというか、まあ、当時学問をしていた人たちがしかし聖書を守らないような形でイエス様を十字架へ追いやってしまう。イエス様の十字架刑というのは確かに当時のユダヤ人が立法を守らない形で犯してしまった殺人というふうに言うことさえできてしまうわけです。なぜ私を殺そうとするのかというのが決して的外れな、ちょっと考えすぎじゃないのというところでは済まなかった。実際にその通りになってしまった。そして、当時の人たちは群衆は、後にはその殺人に加担してしまった。しかしイエス様はその当時の人たちの立法を守らないで行われた殺人行為というものですらイエス様は受け入れられました。イエス様は十字架の上で、こんなことをおっしゃっています、これは福音書の話ですけれども、十字架の上で父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないんですということをおっしゃいました。父なる神様に対して今にも殺されようとしているイエス様ご自身がこの自分を殺そうとする人々の罪を許してください、父なる神様許してあげてくださいと取り出した祈りまでしてくださっているわけです。厳密に言ったらこのイエス様に対する立法を無視しての殺人行為というのは、それは神罰でも何でも下るだろうというのが、普通の考え方だと思います。しかしイエス様ご自身、殺されようとしているイエス様ご自身が人々を許してください。別に当時のユダヤ人だけの話だなということを言うべきところではないと。それはこの罪の許しは全人類に受けられているのです。でイエス様の十字架というのを後の時代の教会の人たちはこれが旧約聖書に書いてある生贄の儀式をイエス様という真の人にしての神の子である方が自分の命で実現してくださったことだった、そういうふうに理解しました。旧約聖書ですと何か人間が悪いことをしてしまったという時に、羊とか鳩とかそういう動物に、罪を移してその運で賠償というか、神様にごめんなさいということで、許していただくという、決まりがありまして、このそういう、動物を犠牲に捧げる、生贄に捧げる儀式というのが、行われていたわけです。で、イエス様の十字架というのは、その旧約由来のその生贄の儀式、それによって罪の許しをいただく儀式というのを、何よりも大切な人、誠の人にして、神の子である、イエス様ご自身の命によって実現したもの、完璧な生贄の儀式だということを、理解していきます。いろんな旧約聖書の
決まりとか、それこそ本質を理解して、イエス様はそういうつもりで自分の命を捧げてくださった。でそこで人々の人間の側の罪というのは明らかにされたけれども、その明らかにされた人間の罪に対してイエス様は父よ彼らを許してくださいということまで言ってくださった。これ以上ない罪の許しが実現されたんだというふうに理解してきました。私たちはそうやって罪を許されて生きています。もしかして厳密に言ったら、例えば安息日を現状私たちそこまで厳密に守っているわけではありません。それはもし条文通りということが必要なんだとしたら、それは私たちが欠けているところなのかもしれません。しかしその分の責任というのを要はイエス様が取ってくださった。旧約聖書の条文通りに私たちは確かに生きていないかもしれない。ただその分の責任というところは全部イエス様が十字架で担ってくださいました。でそこから私たちは、その条文もあるだろうけど、その全体を読んだときに神様は何を考えてこういうことを決めてくださったのか、聖書の本質や何か決まりがあるとすれば、その制定の理由というものをちゃんと汲み取って、そして何より父なる神様は何でこういうことを決められたんだろうかということを考えて、そうした権利を得ていくようになります。ただ決まりを釈主上に考えるということから私たちは解放されたわけです。イエス様の罪の許しというそういうところがあります。そしてただそれだけという話でもなくてですね、罪を許された上で神様なりにこういうふうに生きてほしい、こういうふうに生きていけばみんなよりよく生きられるはずだと、たまに愛し合って生きられるはずだという思いがあるわけです。知らん神様なりの本当に本質的な教えというものが聖書の個々の条文の背後にあるわけです。ちゃんと安息日にしたってただガチガチに守るだけではかえって気づかないですけれども、ちゃんと決められた理由というのがあった。奴隷生活で人が壊れるなんてあっちゃいけないことだから、ちゃんと一緒に一日休むというリズムをちゃんと決めてあげようという神様の愛があったわけです。そして辛いところをイエス様が引き受けるということによって、父なる神様の愛は私たちが聖書をもとにしてより生き方を模索しているという、その私たちの生き方へと伝わっていったわけです。いろいろお話してきましたけれども、でどうしてもこの聖書全体ということで考えていると結構な分量でもありますし、また内容としてもいろいろ込み入っているところもあるわけですが、それは適当でいいよという話とはちょっと違うんですけれども、ただその中の本質的なところを私が理解して、また単純なその決まりといったところに縛られることなく、より良い生き方、より神様の意にかなった生き方をできるようにイエス様は全部お膳立てをしてくださった。そのためにはイエス様は十字架の死まで引き受けなければならなかったですけれども、それによって私たちは、聖書を基にしてより良い生き方を模索できるようになるというわけです。とかイエス様の罪の許しによって、本当の意味での自由になった私たちが、父なる神様の祈り、
教えに従って、またイエス様のお問い合わせに答える形で生きていきますように願います。一言お祈りをします。天の下の神様、皆を賛美いたします。あなたの御子がなぜ、私を殺そうとするのかということを教えながらも、むしろその、殺されるということすらあなたに、あなたに命を捧げて私たちの罪の許しをというためにやってくださいということを覚えます。感謝いたします。あなたの犠牲、御子の犠牲によって、イエス様の犠牲によって私たち、罪を許されて、また生きていくことがありました。しかし全ては旧約聖書の本質に従って、行われたことです。改めてこの聖書を全体、神様からの大切な御言葉として受け止めつつ、ただ単純に言葉の字面に縛られるのではなくて、そこからあなたの御胸を汲み取って歩んでいくことができますように導いてください。すべてお祈りし、すべてに感謝して、これらの祈りを一つ一つ救いにし、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。